ビル,ビルボードジャパンポッドキャスト MC の池竹真理子です。えー、いつもはあの、太田さんと二人で放送をしていたんですけれども、ちょっと今日お休みで、で、ゲストを入れる予定だったんですが、ちょっと急遽 NG になってしまいまして、今日は私一人で、えー、進行を進めたいと思います。ちょっとつまらないかもしれないですけど、どうぞ楽しんでいただけたら嬉しいです。では早速、チャートの えー、お話から行きたいと思います、えー。2020年3月23日付、こちら集計期間は3月9日から3月15日になります。えー、その3月23日付、ビルボードジャパン総合ソングチャート、ホット1レット第3位はリサのグレンゲ、第2位はオフィシャルヒゲダンリズムのプリテンダー、そして第1位はアイラブでした。 アイラブはですね、えー、週間再生、ストリーミング再生が、えー、886万回、約886万回を、えー、記録したということで、えー、1週間で800、再生回数が800万回を超えるのは、キングヌーの白日以来、えー、2曲目だということで、 850万回を超えるのはこの曲が初になったということです。で当週で総再生数が5000万回を突破したということで、この えー、突破の速さっていうのは史上最速になるみたいですね。えー、前までは、えー、オフィシャルヒゲダンリズムのイエスタデーが13週で5000万回を突破したということだったんですけど、今回はリリース9週目でそれを、その記録を塗り替えたということになりました。で、イエスタデーなんですけど、今回、えっと、総再生回数が1億回を突破。 しました。おめでとうございます。ヒゲダンがストリーミング再生回数1億回を突破したのは、この曲で4曲目になるんですけれども、これまでにプリテンダーノーダウと宿命に続いて、このイエスタデイが、えー、1億回、えー、再生突破楽曲になってます。で、アイラブは9週目で5000万回突破になってるので、もしこのまま勢いが ずーっと伸びていったら、もしかしたら史上最速の1億回突破になるかもしれないですね。どうなんだろう。私も先週は3回は聞いたかな。<laughs> やっぱりドラマが盛り上がってるので、声は続くよ、どこまでも。皆さん、見ましたか最終回。<laughs> 最終回は昨日だったので、3月、 17日か。17日に放送されて、今回のチャートには反映されてないんですけど、まあ、すごいかなり盛り上がったかなというふうに思ってまして、その最終回の放送集か、その分は来週のチャートに反映されるので、そっちの方の結果もちょっと楽しみですね。個人的にも。で、髭弾なんですけど、総合2位についてるプリテンダー、これかなり前からヒット、 している、もうロングヒット曲になってるんですけど、ア、えー、iLove もですね、それに匹敵するぐらいの、もうロングヒット中でございまして、iLove がチャートインしてからのこの10週間を見てみると、8指標で、あの、比べてみると、プリテンダーを超えそうな、超えるぐらいの勢いを見せているということで、この2020年の上半期とか年間チャートで、 プリテンダー声になるんじゃないかっていうぐらい盛り上がりを見せているということです。なんかこれからの結果にもすごい注目ですね。で、えー、っと、シングルセールスでは、えー、ジェジュンのブラバブラバブラバこちらがセールスで1位を獲得したんですが、この楽曲は、えー、総合順位では5位に入っています。この曲はツイッターでも 1>, 1位になってますね。あと、前回の放送でもちょっと触れたんですけど、レミオロメンさんの、あの、3月9日この曲、ちょうど今回の集計期間が3月9日からになってるんですけど、前週が59位、総合あ、総合順位で59位だったんですけど、今回15位にまで上がってきてます。なので約 40?、40?40 以上上がってますね。 この曲はカラオケで9位を記録していてダウンロード18位、ストリーミング36位でもう各指標が前週よりも盛り上がりを見せたということで今回15位に入ってます。あと総合ソングチャート14位に入っているウルのあなたがいることでこれは前週20位から6つ順位を上げて今回14位に 入ってるんですけど、ダウンロードが6位ですね。結構来てますね。この曲は3月18日に発売されるアルバムの先行シングルということで、でも今度テレビに初出演されるみたいですね。まだ私も見たことがないので、その放送後のチャートの動きとかもちょっと楽しみですね。はい。今回、えー、ソングのところは、 そんな感じですかね。ちょっとアルバムの方にも触れたいと思います。総合アルバムチャートでは、第3位にキングヌーのセレモニー、第2位にアマザラシのボイコット、そして第1位にグレイのベストアルバム、レビュー2ベストオブグレイがチャートインしています。 このレビュー2は1997年にリリースされたレビューベストオブグレイの続編ということで、今作はデビュー25周年を記念したベストアルバムだということなんですけど、前作同様シングル表題曲だけじゃなくてアルバム収録曲もあの、いろいろ選曲されているみたいですね。 この作品は初週で65,183枚を売り上げて CD セールス1位。あと他で言うとダウンロード5位、ルックアップ CD 読み取り返しですね。ルックアップで3位という結構バランスよくポイントを積み上げて今回初登場で1位を記録してます。で、ベストアルバムっていうのはあのー、レンタル需要も高いということで まあこれからレンタル解禁があった後、まあルックアップの方も伸びてくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、2位に入っているアマザラシ。このボイコットはあのアマザラシの約2年ぶりのオリジナルフルアルバムなんですけど、初週で約2万枚、19198枚を売り上げて CD セールスに、 あと、ダウンロード4位、で、ルックアップは13位だったんですけど、えー、前作、地方都市のメメント森を超える成績を今回、あのー、記録したということで、まあ、これまでのファンだけじゃなくて、新しいリスナーさんが増えたんじゃないかなっていう風に、そんなような結果になってます。で、3位に入っている、まあ、キングヌーのお馴染みのセレモニー、こちらは、 今回で9週目のチャートになってるんですけど、えー、6900枚を売り上げて8位。ダウンロードは約2000ダウンロードを売り上げて2位。そして、ルックアップは7週連続。すごい。8度目の1位を記録してるみたいです。すごい。未だに。ああ、全、前週からワンランクアップして3位になったんですね。すごいなぁ。あ で、あと、総合アルバム4位に、オフィシャルヒゲダンリズムのトラベラーが入ってるんですけど、今回、えー、ダウンロードが1位になったようで、9週ぶりに1位になったということで、CD セールスも6位、ルックアップも2位ということで、今回4位に入ってるんですけど、すごいですね。アイラブ効果かなアイラブを聞き、プリテンダーを聞き、 そしてアルバムを聴く。そんな感じかなすごいですね。まだまだ盛り上がりが絶えない感じがします。チャートの話はこれぐらいですかね。<laughs> どうしよう早く終わっちゃった。<laughs> 相変わらずコロナウイルスで、イベントもライブもなかなか開催できてない状況が続いてますけど、今週末は3連休ですもんね。 外出するにもなかなか難しいですよね。となると、なんだろ、う、テレビ見る、音楽聞く、ネットやるそれくらいですかないかなお家でなんか作って美味しいもの食べるとか <laughs> なんか海外でももうアメリカの方では出国とか、 入国でも制限があるみたいで。もう大規模のライブはもう全面中止みたいな。ビルボードミュージックアワードも4月に開催が決定してたんですけど延期になっちゃったみたいで。向こうも向こうで規模がやっぱり日本と比べて大きいからその分損失とかも大きそうですよね。でも結構セレブの人たちがなんだろう家にいようみたいな。 パーティーせずに、これはテイラーの話ですけど、テイラー・すウィが、みんなおあんまりパーティーとか行かずに、まあ家で落ち着いていようみたいな、そういった、なんか、メッセージとか送ってて、結構海外の人たち、なんだったかな、ソーシャルディスタンシングみたいな単語とか結構使ってる、ハッシュタグ使ってやってる人とかいるから、何、社会、 隔離社会から。え、社会隔離っていうのかななんかそういう動きがあるみたいですね。だから日本で言うと何だろう在宅勤務とかそういうことかな学校もちょっと行かずにお家で勉強とか。なんかそういった動きが結構もう前向きに進められてて。この状況が早く終わるといいですけどね。私たちは何だろうもうとにかく手洗いうがいですかね。でも楽しむとこは楽しむというとこで。 なんか楽しい情報をいろいろ発信できたらなというふうに思ってます。じゃあ、今日はもう一人なので、いつものように全然関係ない話とかできないんですけど、ここら辺で終わらせようかな、えー。来週は太田さんがいると思うので、その時に、そうですね、反省をしたいと思います。一 <laughs> 人ってやっぱり難しいですね。じゃあ、今日はこんな感じで、どうもありがとうございました。 拜拜。Bye bye.